私は歌が好き。ずっと歌っていたい。なんでもない時はいくらでも声が出るのに。カノンちゃんも歌続けるんでしょ。新しいこと始めるのもいいかなって。ヘアンナスミレです。よろしく。皆さんと一緒にスクールアイドルがしたいです。待ってください。このチラシを配っているのはあなたですね。私はカノンちゃんの歌聴いていたいけどな。スクールアイドルに興味あったりしない？私を誰だと思ってるの？生半可な気持ちで勝手に行動することは慎んでください。きっと才能ないんだよ。だからもう歌はおしまい。好きなことを頑張ることにおしまいなんてあるんですか？歌っていれば遠い空をどこまでも飛んでいける。7月放送。